はい、クジラガレージです。いつも申し上げます。はい、毎日暑い日が続いております。草刈りをね、毎日今やってるんやけど、めちゃくちゃきついですね。マジできついです。で、まだまだ暑い日が続くんでね、ちょっと皆さんにね、ご紹介したい、案件があります。まあ案件っていうかね、今までまあ紹介してきた空調服の件で、まあここ2、3年でね、もう空調服って随分とこう皆さんにこう浸透していったんじゃないかなと思うんやけど、まあ屋外で作業される方はね、大体ついてるわね。まだね、空調服の良さっていうのをね、体験してないっていう方にとってはね、ちょっとおすすめな情報もありますんで、ぜひ最後までご視聴お願いします。はい、まあ空調服、僕もね、まあ今5個ぐらい持ってるんだけど、まあ案件だったり自分で買ったやつだったりとかいろいろあります。で、何種類かあって、まあどれを買ったらいいんか、どれが一番いいのかっていうのがね、まあいろいろとちょっとまだ何ともわからんっていう人もおるやろうし、まあ使う環境というか、まあ時間とか環境をね、この辺で使い分けたりもすることもあるんやけど、まあ僕のこの主観というか今まで使ってきた中で、まあこれはあんまり良くねえな、これはいいなっていうのがありますんで、まあぜひね、それ参考にしていただければいいかなと思います。はい、じゃあ早速ね、ちょっと、下に置いてあるんで紹介していきたいと思います。はい、まずね、この3種類の中で一番、まあ僕が思うダメ、これはやめた方がいいっていうやつね、この専用バッテリー、専用バッテリーにケーブルをつないで、それからこのファンにケーブル挿して、でここでスイッチオンオフするやつ、するタイプね。もちろん強弱もここでやる。これは4段階で、強弱があるんやけど、でバッテリー残量が、マックスが8かなんかで、今残りが5です。3時間強で使って、残りが5ということは、まあ半分ぐらいなんで、やっぱ5、6時間は強で使えるかなっていう感じですね。まあ風量はそこそこあります。はい、この、専用バッテリータイプっていうのは正直使い勝手が悪いです。このバッテリーに、まあこの途中にね、スイッチがある場合もあるんやけど、大体はこのバッテリー本体にオンオフのスイッチだったり強弱のスイッチがついてるやつが多いと思うんで、これを操作する手間とか、あとこれがバッテリーなくなったらもう使えないとか、そういうデメリットの方が多いです。メリットとしては特にメリット、まあバッテリーが、まあで次、まあおすすめするっていうかね、普通のやつなんやけど、この USB タイプ、モバイルバッテリーですね。このどこにでも売ってるモバイルバッテリー、これで動かすタイプで、途中にオンオフのスイッチ、あと強弱のスイッチがついてます。まあ風量はさっきと、さっきより若干落ちるかな。うん、やっぱり専用バッテリーだけあって、風量はこっちの方が強い。モバイルバッテリーだと風量に若干、心配というかね、デメリットとしては風量が若干弱くなる。バッテリーによってこれは変わると思うんやけど、ただメリットとしてはいろいろあって、このバッテリーをいろいろ選べるってやつね、ちっちゃいやつでもいいし、大きいやつでもいいし、また2個持っててバッテリー入れの心配もないっていうことで、長時間、屋外で作業される場合はこのモバイルバッテリータイプ、このコネクターが USB のやつタイプね、これを選ばれると、まあ仕事中にねバッテリー切れになったとかいうの心配はないんじゃないかなと思います。
今日にしとっても1日この、まあ、予備があればね、使えると。まあ切れてもあの充電がで簡単にできるし、 USB このモバイルバッテリーっていうのは、まあスマホの充電ももちろんできるし、いろいろね、あの持っとても不便、あのいろいろ使えるものなんで、まあモバイルバッテリー式の空調ファンっていうのはまあおすすめですね。まあまあ使い勝手はいい。ただまああのこのケーブルの取り回し、これが、デメリットとなります。はい。でまあ、僕の中で、僕はもうこの3年間ぐらいで、いろいろ使ってきた中で一番のおすすめ、はい、こちらです。今日です、一番最強です。Bluetooth でバッテリー内蔵のコードレスタイプ、まあまあ新しめですけど、ファン自体はデメリットとしてはこれ自体があの重くなる、まあ若干大きくはなりますけど、どんなこのサイズっていうのは一緒なんで、どのウェアにも使えます。ただもうメリットがたくさんあって、もうケーブルがないっていうのと、このリモコン式のね、オンオフスイッチ、強弱スイッチがポケットに入れておけば、まあ、まあもちろんこれ腕時計タイプなんで、ここにつけておけばいつでも、オンオフができるっていうことと、まあデメリットとしてはね、バッテリーが切れたらもうどうしようもないっていうやつね。どれぐらい持つかというと、5時間ぐらい、今日で5時間ぐらいは持ちます。1日はちょっとさすがに厳しいかな。弱なら1日は持つけどね。一番強くしとってまあ 4,5 時間っていうとこかな。なんで長時間タイプではないですね。長時間ならこっち、この専用バッテリーはおすすめしません。これはあの本当に、まあ強さっていうのはあるかもしれんけど、あまりおすすめはできない。なんでやっぱ一番いいのはこれ。これあんまりね売れてないんよね。あの実を言うとあんまり売れてない正直ね。なんでかな、一番いいと思うんやけど、あの検索してもねあんまり出てこないんです、もっとねあの人気が出てもいいんじゃないかなと思うけど、あんまりね売れてないよね。いろいろタイプがあります。あのコードレスタイプね、今何種類か出てるのは出てるんやけど、やっぱこれが一番強さもあって、あとこのリモコンっていうかね、無線であのオンオフができるっていうことで、充電は専用のねアダプターでこの充電ができます。こういうふうに挿してね、こんな感じで充電します。もう充電1時間ぐらいで完了になります。はい。まあそんな感じでね、空調服、まああとウェアね、ウェアはこの9センチ、この直径が9センチなら大体何でもいけるっていう、もうほとんどねこの9センチタイプが多いんやけど、たまにねあの小さいやつもあるんで、その辺はサイズは間違えんように、一般的に売られてるウェアっていうのは9センチ、穴開いてるのは9センチなんで、この空調ファンも9センチのタイプをまあ選べば間違いない。どんな服でもつけられるっていうことですね。はい。まあそんな感じで空調服いろいろ種類がめちゃくちゃ多いです。どれ買っていいかわからん、もうバッテリーやなんやいろいろわけわからんわっていう人もたくさんおるんじゃないかなと思うんやけど、やっぱりいろいろ使ってきた中でこのバッテリー内蔵型の、ね、コードレスタイプが一番楽ですマジで。あもうケーブルまあ要は外してね、またケーブルつけて洗濯してケーブルつけたり外したりして洗濯したりとか、もうそれね、その一手間が面倒になってくるよね。空調ファンの3種類、まあ、メリット、デメリット、いいとこ悪いとこ、おすすめの紹介でした。まあ、よければね、参考にしてみてください。はい。